皆さんこんにちは。インスタグラムから来てくださった皆さんもこんにちは、クロムです。今日はみんな大好きちいかわのキャラを描いてみようと思います。ちいかわさえ描ければこの動画を最後まで見ることで他のキャラも最初から描くことなく楽して完成させることができるんです。ぜひ最後まで見ていってください。ではまずもう始まってますけれども、ちいかわです。ちいかわは全部のキャラの基本になるので、線は線、色は色に分けて描くといいですよ。はい、今描いているこの目なんですけども、下のところはね、ちょっと細めに、棒でもいいぐらいです。ちょっとこれ太めなんですけどね、隙間のところは開けるようにして描いてください。で、鼻ですね、これはもうちょっとカーブ、きつめに、口はちっちゃく、眉毛はちょっと斜めになってる方が可愛いです。で、ほっぺたの、赤らみですね。はい、次は輪郭です。輪郭はぐーっと丸く書いてぐっと押し込んで、上の、名前のところを押すとこう点々が出てくるので、ここでカーブの調整をします。ちょっとね、下の方が丸みある方が可愛いです。で、頭のてっぺんを書いて、次耳ちょんっていう感じで書きます。はい、これが終わったら体書きます。まず手を書きます。手を書いたらまっすぐ伸ばして、その後足を書いて、でつなげます。はい、完成。ほらね。で、あとはじゃあ色塗っていきます。まずはほっぺたピンクで、あ、ちょっとごめんなさいよ、アシスト、描画アシスト忘れずにしてくださいね。ここの、描画アシストすることで両方ともに色が塗ることができます。じゃあ次、ちょっと後ろの背景を分かるように色つけて、で、本体、これに色塗っていきます。ちいかわはね、白い色なので、白色をこう縁取りしてからバケツを掘り込むみたいに色塗りつぶします。はい、ちいかわ完成です。ちょっとね、微調整します。やっぱり目が気になってたので、下のところ細めに、これでもちょっと細いんですけどね。じゃあ今度は8割いきます。8割のために線画、これを複製してください。で、ちいかわの方は非表示にしてください。チェック入れたら非表示になります。外したら、はい、耳消して猫の耳描きます。眉毛消して8割の8の字描きます。で、眉毛点、そしたら線と線の間に1個レイヤー挟んで、ほい、耳の頭のところ、これを塗りつぶします。はい、完成ね。簡単でしょ。はい、じゃあウサギ描いていきますよ。ちょっとね、この辺でややこしくなりそうになるんですけども、まずは、はい、線が一つ増やしてから名前をね、変えた方がいいと思います。わかんなくなる人は名前変えた方がいい。で、それぞれによって、グループ分けした方がいいですね。ほい、じゃあ次、ウサギです。ウサギなので、まず耳消します。眉毛も消します。はい、じゃあ耳描いていきますよ。耳は、こうバナナみたいな感じ。まっすぐ上に上がってカーブして降りてくる。で、眉毛、眉毛はね、目の半分ぐらいから下に向かって下ろします。で、この本体の白色、これを色変えるのでアルファロックかけて、一旦何色でもいいので、まあ、似たような色でレイヤーの塗りつぶしすると色がつきます。で、アルファロック解除してから耳の塗ってないところ描いてください。かけたらほっぺたを複製してウサギのほっぺたにします。で、この色を取ってちょっと濃いめの色で耳の中塗りつぶします。はい、次、目の中は真っ白なので白く塗りつぶしてください。はい、色を修正して
ウサギの出来上がりです。次モモンガいきます。はい、モモンガ行く前に一旦またややこしくなりそうなので、グループ分けしてからレイヤーを1個線画、チーカーの線画を増やします。はい、耳消して、でほっぺたのあたりここら辺も消します。でここに線をピッピッピッと線を引いておいてあげます。で耳ですね、この子の耳もちょっと特徴あるのでこんな感じ で本体の色をまた上に持ってきて耳を足します。でこのほっぺのここの部分もちょっと盛り上げて塗りつぶします。眉毛消して、はい、眉毛付け足します。でこの子お鼻のね真ん中にこういう青い丸いものがあるのでこれ描いて、で耳も同じ色ですね。でそれに上にレイヤー足して、今度は描画ガイドなしで色塗りします。こんな感じで、ほいで塗りつぶします。はい、でその上にまた線をピッ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 と入れて、下の方ねちょっと間を狭めると可愛らしくなります。はい、これで完成です。次はね最後栗まんじゅうです。栗まんじゅうも基本形のちいかわを線画の部分だけ複製して、あとは非表示にしておきます。本体もまたいるので上に複製してあげて、ほっぺたも足します。これも上に上げましょう。はい、じゃあ線画の修正しますね。耳消します。でこの辺に耳が来るので全部つなげて、こうかな、でこうなる、ふい、眉毛消して、で耳の型を消して修正します。ここにも足して、ほらだんだんできてきたよ。アルファロックかけて、はい、栗まんじゅうの色をつけます。でお目目のところ白くして、で頭これちょっと薄めの茶色にします。はい、以上です。これいいなって思ったらいいねボタン押してください。よろしくお願いします。